あなたのそのホス狂い度合いが分かるんじゃないかなと、はい、無限にやっていきます。タトゥーン縦花の2階だと思う。新人王じゃ分かんないよ。すごい引くね、引くレベルだ。じゃあ私はどうでしたか。せーの、とんこつ。はい、どうもホス狂い葵です。今日の企画はですね、ゆうたさんからの持ち込み企画ということで、この間事務所でね、打ち合わせしてた時に、僕がホストの名刺の図鑑を見ながらホストの名前を言ったら、どこどこのお店の誰々ですよね、あ、その人はどこどこのお店で即答してたんですよね。でそれを聞いて、ちょっとこれ動画にできるなと。おー、なるほど。あなたのそのホス狂い度合いが分かるんじゃないかなと、はい、なるほどなるほど、思う。はい、一回ね、検証です。おー、やった、検証、検証企画。葵は、うん、ホストの名前を言えばホストの店名がすぐに出てくる、うん、お、何も漏れなく10問正解とか。無限にやってきます、無限にやってきます。はい、まあ、じゃあ多分この葵のこの名刺に保存してるやつっていうのは多分もうお気に入りだから絶対分かる。まあある程度、うん、外すことないでしょ。ないと思うけど。天塚圭吾、ユナイテッドディアーズクレイジー2部ですね。早い、正解です。ごめんなさい、ちょっと呼び捨てしちゃった。ケイトさんですね。十条嵐さん、これはビリオンジャップのダーリンです。はい、オウミイッサさん、エアーグループのアーチです。立花はじめさん、これはディゾンです。おとぎゆめさん、これアーチですね。おなじみの人言ってもつまんないもんね。道明寺翼さん、名古屋ゴールドです。以前コラボしたね。はい、はい、そうです。デコモリ葵さん、あ、これトップダンディ東京の葵くんです。山下涼香さん、もうトップダンディ東京。せいやさん、せいやさん、キャンディー。おー、夢咲ひかるさん、ひかるくんはブラックソード。おー、船長さん、船長さんはデューク。かけみず龍之介さん、これトップダンディ東京。てみん、てみんくんはフィノです。おー、みなと、みなとくんもフィノです。ペイさん、ペイさんはナンバーナインです。何それ。ナンバーナイン、アクアグループですね。 V 系のホストが多いお店です。すごいね。有馬夏希さん、アリナツは、アーチです。アリナツっていう、あ、何アリナツって呼んでる、通称をね。そう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 。ゆきひろさん、メンキャバオ、メンキャバオは RMG とかの代表さんな気がする。椿美香、ミカチンベイベーはハルト君の幼馴染のハンゴーバーアルバです。この名刺はもう終わりで、終わりで。これ本当にじゃあ適当に俺放送すから言っていい？はい。歌舞伎町じゃないときつい。歌舞伎じゃないときついかな。マイナーなお店ってどう？ああ、まあ大体わかるかな。マイナーってかあれでしょ、グループ、大型グループ店に入ってないみたいな店。そう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 。ある程度わかるか。ミラクルはじめさん。ミラクルはじめさん？うん、ホルテッシモみたいな。ピアニッシモ。ピアニッシモ。そう。惜しくね、惜しいね。ミアニッシモだよね、うん、あれ、それホルテッシモっていうのが系列にある。アークホルテッシモっていうのが、アークでピアニッシモと。清水大河さん、清水大河さん、うん、2部でしょ。大河くんあそこだと思うんだけど、ライラックとかそっち系だと思うんだよな。ジョーカーとか違う、アイデンティティ。分かった、大河くん、メガネの子だ。メガネでしょ。あ、メガネかけてる。似たような名前の人って多いの。多い多い。でもすごくない、ちゃんと朝って分かるの。すごい引くね、引くレベルですよ。そらジローさん、そらジロー、新人王、新人王じゃ分かんないよ。幹部とか、なるほどね。ちょっと長い人じゃないと、さすがに今の新しい子全然知らない。私バルハラって分かんない。バルハラ新店だね。冬月のユグドラシルの系列、ミオさんの新しい店でしょ。でもすごくない、バルハラって言われて冬月でしょって。有名どこ行くよ。うん、早見かれんさん、早見かれんくん、エアーです。エアー、はい、エアー本店。正解です。天宮龍馬さん、天宮龍馬さん、グループエピソード、エピソードか。ちなみに歌舞伎町だけで店舗数が251。251、すごいね。ヨッピさん、ヨッピさん、オアシスって知ってる？新店だ、オアシス、グルダンの。すごい、ね、グルダンでしょ、グループダンディだよね。あ、そうです。はい、すごい。オンタイムって知ってる？オンタイムはグルダンのトランプの派生、タトゥーン縦花の2階だと思う。縦花の2階、あ、正解です。すごい。ユーガさんは、ユーガさん、ドロップ、違う、リップス。うわ、ドロップって言っちゃった。そうだ、ユーガさんわかるよ。え、リップスの系列にドロップってない？ドロップあるでしょ。うわ、間違えた。ごめんなさい、ユーガさん、知ってました。え、でも惜しくない？いや、惜しい。系列言っちゃったよ、ユーガさん。ほぼほぼ知ってるね。まあ、ある程度はね。高梨真央、高梨真央くんわかるよ。真央くん今エルコレに移籍したんだっけ。エリーかな。違う。いや、まずエルコレの店舗何があるの。エルコレの店舗はエリー、ゴールド、ガイ、ゼロ。マオくんゼロにいるんじゃない。違う、ラテ。うわぁ、マオくんラテだったか。あ
アクアにいたんだよ、多分真央くんって。そうなの？見せてか。あ、うん、アクアにいた、真央くん。すごいっす。はい。リメイクって知ってる？グルダン、あやとくんとかが一番かっこいいよ。あの、この前、グルダンの雑誌みたいなので一番上に来てた。ナンバーワンの人だ。かっこいいでしょ。ダイロクトーアの地下だと思う、場所は。ダイロクトーア、地下。あ、合ってる。やっぱルミナスって知ってる？ルミナスグルダンの新店。前になんかルミナスティーっていうお店があったんだけど、そこがなくなって、今またルミナスってお店が出た。ナギョのホストクラブ知ってる？3店舗しかない。ワンズ、ワイズ。ワイズはない。ワイズなくなったんだ。じゃあワンズ、ワイズコレクションとか。そっち俺じゃないとさんって知ってる？うん、ナイトくんわかるよ。ナイトくん昔シースにいてさ、だから最近 DM したばっかり。 DM 来た、元気してるって。4年ぶりぐらいに。ナギョって店舗名はワンズの系列なのよ、それ。あ、ワンズ、はい、系列でしょ。ちなみにその俺じゃないとさんは YSG。 あ、そう、 YSG だ。知ってる？知ってる。ナイトくんわかる。姫野風雅さんの店。あ、代表。はい。あ、そうそうそう、風雅さん。はい、そうです。はい、そうです。すげえ。ワーストオーバーって知ってる？ワーストオーバー知ってたわ。ヤスさんの店だね。ああ、プロデューサーヤスさん。はるかくんとかね。あ、いるいる。やばいね。じゃあ左右は？左右ジェイドって知ってる？ジェイド知ってる。 BJ 玉木くんって子いる、幹部に。あ、いる。え、でもなんかさ、似てるよね、好み。え、バラバラじゃない？昔はでも系と可愛い系だったかな。うん、可愛い系だね。可愛い系好きなの。いや、でも今言ってる子たちは大体幹部補佐レベルの子言ってるよ。か、上の人か。名前出してる人たちはおすすめ。ここら辺にしときますか。はい。じゃあ、私はどうでしたか？いや、歩くホスホスです。歩くホスホスということで、やった。めっちゃ言われる、歩く舗装すって。なんかエピソードないかな、歩く舗装すエピソード。あ、なんか泣いてる女の子がいて、すごい迎えに来てって言われて、どこいんのって言って、どこどこって言われて、見ずに迎えに行けた。あー、なに、お店の。そう、名前。そう。あー、なるほどね。そう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 。そんなに遊んでた時はさ、ほんとさまざまなお店を。そう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 。初回嵐。初回嵐もしたんじゃない、昔は。ね、もう偏っちゃうね。てか私すごい感動するさ、名刺がやっぱさ、チョリさんの名刺とかすごいの、これ見て。いろんな店舗に行ってるから、ほら。うわ、なにこれ、すごくない？すごいね。ほら、ちょっとしたメニュー表じゃん。そう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 。はい、ということでですね、ある程度のホストさん大体わかるんで、もしよかったらいつでもお話しに来てください、バーに。ただの宣伝や。それじゃあまた見てね、バイバーイ。俺と付き合ってくるみたいな。2番目でも3番目でもいいので付き合ってください。めっちゃ逃げ腰。